明けましておめでとうございます。はい、はい、来ましたね。ツッコまんぞ。何がファッション、ファッションですよ。やめてください。だとしたらクソダセえで、何いや、態度お前が進めろよ。2021年になりましたね。いやー、開けちゃいましたね。開けました。うんもうと同じなのよ何も変えてないからね。今年は何年ですか。今年は牛。牛だね。はい、うん、牛だね、うん、遅いよ、もう今年、はい、やりたいこと、イエーイちょっと元気ない、テンション上げれば元気ない、落ち着けって言ってもらったごめん、分かった、じゃあ露骨に分かった、うん、明るく今は新年なんだから、いつもの感じでいい、うん、いつもの感じ、今年やりたいことその昔の先輩みたいな、やるよやるよ昔の先輩、昔の高校の時の先輩こういうの聞いた、何の話だよ今年やりたいこと、今年やりたいこと、確かに発表していきましょう。じゃあせっかくならその久しぶりに、うん、久しぶりだこれ1年以上経ってるよ。去年使ったこれ、使ってないかもね。久しぶりだね。久しぶりだな。個人的にやりたいものでもいいし、4人でやりたいものでもいいし、何でも OK。 4人でね、はい、オンライン飲み会、うわー、あってんのに地獄地獄やだよ、プライベートまでは。いや、重要あると思うよ、重要あると思うよ。しかもさ、これやだよ、しかもさ、家で会いたくないビジネスだからね、家では会いたくないわ。飲み会もやりたくねえもん、俺普通にお前らとしっかり言う人ないよね別にそれ、それさ、それさ、今の流れで言わなくてもまあ、やっぱりこれかな、今年は。はい、サイオレザムアニメ映画にするか、じゃあちょっとアニメ終わった後に無限列車編しようよ。サイオレザムービー無限列車編、無限列車編やろう。1位取れそうだね。確かにお前煉獄に似てるな。似てねえだろコウスケの呼吸はごまかしてめっちゃ面白い、めっちゃ面白いそのちょっとやめろ恥ずかしいわそんな、そんな面白かったよ、ね、そんな笑うの怖いめっちゃ真面目ですマジ最高だよぜひさあ、その分無限列車編だったら、ね、動画やりますんで、ごまかしの呼吸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 、かっこ悪い。一度からやりますんだやっちゃったやつだけどね、ごまかすってことなんかやらかしちゃったよ、ね、だからもう動画終わってんじゃない10分取れなかったよ。いいっすか。おはい、結構出るんだよ。オンライン実験、いや俺本当に4人でやりたいことないんだよな悲しいわちゃんと言うね、だから口にしなくていいちょっとごめん、いや、またですか、うん、こんなこまかしなこまあこれも全然もう今のこの世の中と関係なく、うん、はい、これもまあ結構俺何回も言ってるけど、うん、僕ただ4人で旅行、一泊ぐらい、今まで旅行があんま好きじゃないって思ってたんだけど、うん、なんかちょっと行ってもいいかなって思ってるわなんでちょっと土地ちょっと違う俺らと同じ部屋ね、風呂は絶対一緒に行く、お酒も朝と昼もサウナ耐久レースもする、で夜のトランプ大会もある、うん、枕ね投げ飛ばし合おう、そうそう行くか去年のことを忘れたまま行くのが良くない、こちら大掃除、わーそれ広すぎる、いやただただじゃあやろっかって言って4人だらだらやるのも良くないから、うん、俺はここはね、うん、1人がじゃんけんで負けたらやるべきだと思いますあーなるほどね、だからけどでもそっからやんなきゃダメかもな、そう、ああ一回しじゃんけんしよう、一回うわ出た提案ね、負けた人がこの汚い部屋を、うん、もう責任持って掃除しよう、掃除するっていうじゃんけんしよかもしれない、だから一回やろう、最初はグーじゃんけんポン、あいこうでしょ、いやでもいやだったな、あーやりたかった、最初はグーじゃんけんポン、よっしゃー、はい
い。それはもう妥当でしょ。妥当ですね。パーティーしたのあれぐらい、ぐらいペットボトルから。パーティー中に呼んでるじゃん。あとオンライン旅行とかどうやろ。どうだよ。お前どんだけ行ったって。普通にこの間楽しくて、最後にドライブをしたね。あうん、車で。いや、全然ごめん。いいよ。続けて。うん、続けて大丈夫。大丈夫。俺が殴るって決めてるから。一個問題があんだよな。うん。こいつすぐ90出すじゃん。寝てた時あったじゃん。うん。本当に危なかった。マジ信じちゃうから。なるほどね。うん。パーッパーッ。あーやってた。やってた。ウィーンってど窓開けてこい。なんておい。してない。すごい。やってないってマジで。そうでしょ。後ろ寝席全然。ってなってもう怖くて。そしたらこいつなんかポケットから石取り出してさ。なんか他の車に向かって。でもやっぱ4人で集まった時にどういう化学反応が出るかわかんないから、うん、いやもうわかるだろ。11年やってんだからわかるだろ。どうなるか。車で4人乗った時さ、ちゃんと会話できるかなとか、物理いいかなとか気になるじゃん。やっぱこういう時こそね、オンラインドライブで。お前マジで、お前今後俺らが出すやつ全部オンラインに置き換えるだけだ。ちょっとあんま新鮮味ないわ、結局俺の出すやつ。はい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 。コラボ、新鮮。でも新鮮だな俺ら。すごいな。サイオレではないかもね。でしょ。うん、で結構、うん、条件的に俺が一番面倒くさい男なの。もうくっそ面倒くさい。誰も絡めないな。サイオレ4人の中に1人来る。あーあーなるほど、高数でね。で。あ女優。俺一回ねちょっとね、うん、好きな笑い方があって。うん、あ。橋本環奈ちゃんの笑い方すげえ好きやろ。豪快な豪快なね。あ橋本環奈ちゃんいいな。いや橋本環奈ちゃんここ来ないだろ。次乗るなお前。後ろ多分40人ぐらいだ。これやっぱ最近やっぱ流行ってますから。うん、これサイオレオという名のクイズ大会。おお、みんなクイズ好きだからね。そうそうね。なんか過去にボツになったと思うけど、なんかさクイズ大会何回かやったけど、ちゃんとさそういうクイズの人たち呼んで、おセットとかもしっかりして、そう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 、ちょっとお金をかけるぐらいで。じゃあやりたくない？ここってなんかすげえ知識を持ってんの。そうね。で純粋な頭の良さなのこっちは。あ確かに。勉強とかさ、うん、勉強書いて覚えるタイプはこっちなの。そうね。点数よかったもんね。そう、こっちは頭いい側だったじゃん、高校時代。すげえバカだったもんね。すげえバカだった。いや違う、俺生物で90あって取ったからこいつだよ、一番バカ。まあ確かに、ダントツだったかもね。確かに、ダントツダントツでバカだったもんな。一番授業聞いてなかった。一番聞いてなかった。お前、もう生えてたもんな、ずっと。ダメ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 、それはそれはそれ、ごめんね、ごめんね、それはよくない。あー、でも最後にクイズ大会と最後にドライブ。橋本環奈ちゃん、うん、結構3つはリアルかも。まあ3つ硬いね。最後一番硬くねえじゃん。俺1個ねリベンジしたいものがある。リベンジ。おお、リベンジ曲、うん、金玉リベンジ。そんなやつ。金玉リベンジやる。そう、でもあれのこと。ああ、金玉リベンジだよ。どうする。うん、今金玉リベンジだよ。今やろそれ。何これ。一人いなかったしね。そう、一人いなかったから今できる。はい、金玉。金玉リベンジ。何これ。はい、始めよう。始めました。開封。開封でございます。はい、金玉様のおなーりー。こちらなんと6キログラムあります。選ばれし者は食べきらなければいけません。今年の生贄はありがたいことに私が指名係なので、はい、選ばさせていただきます。おっ、名誉なことだよ。私がもうだいぶ無事だよ。もうだいぶ無事だよ。ほぼ隠さない。もうだいぶ無事かって。もう止まってんじゃないの。ブルブル。私が今年の生贄でございますか。さよう。嘘。君、コウスキーに行くと思ってんだね。
毎回コウスケに行くと思うんだよ。最後の富士だった。コウスケの流れだった。すげえなこれ。動画でしか見ない。やばいねこれ。失礼いたします。はい。金なのよ。わあ！いった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 。この亀裂。見えますか？あー見えますね。生まれる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 。ああ、生まれる。中に入ってるよ。生まれる。あ、生まれる。あれよ、神の子が生まれる。神の子が。うわあ！から。あなたはこちら。そして割った本人のコウスケさんはこちらね。